人来るという方は。どうだろう、そろそろ到着するってメッセージが来てたけど。あ、いたいた、おーい。やっほー、奏でと、それに。あ、私は望月ほなみちゃんでしょ。え？あ、時々私が話題にしてたから勝手に話しちゃってごめんね。あとエナもね、すごくいい子だって聞いてるよ。あ、そうだったんですね。なんだか少し恥ずかしいです。でも僕は嬉しいよ、噂のほなみちゃんにようやく会えたんだもん。ってそうだ、自己紹介がまだだったね。僕は秋山瑞希、奏とは同じ音楽サークルに入ってて、主に動画制作を担当してるんだ。はい、私も少しですが聞いています。秋山さん、今日はよろしくお願いしますね。うん、よろしく。お、ということはほなみちゃんと二人きりだね。この機会に二人の親睦を深めるとしますか。そうですね。秋山さんは洋服や可愛いアクセサリーなんかがすごく好きなんですね。さっき会場を歩いてて伝わってきました。私も服には興味があるんですけど、シュシュやアクセサリーなんかの小物もよく作ったりするので、いろいろお話できると嬉しいです。本当？僕も嬉しいよ、裁縫とかの話できる相手なかなかいないし。あ、でも僕たち先に話さなきゃいけないことあるかも。え？呼び方のこと、ずっと気になってたんだけど、瑞希でいいよ。確か同い年だと思うし、僕もほなみちゃんって呼んでるしさ。え、あ、はい、それじゃあ瑞希さんってどうでしょうか。まだちょっと硬いけど、まあいっか、一歩前進ってことで。